はい、皆さんこんにちは、大塚天寿です。はい、マクドナルドのご飯バーガーが復活いたしました。いや、これね、ご飯バーガーっていうのはたまに期間限定で夕方の5時以降、夜マックの時間帯のみに販売される限定商品なんですけれども、本日ね、ちょっと発売日当日にね、仕事終わりに買ってきましたので、もう早速ね、食べていきたいと思います。今回新作があるんですよね。これご飯チキン、何これ、ニンニク黒胡椒だって。そう、チキンフィレオのね、ご飯バーガー確かに昔もあったんだけど、なんか多分味が変わったんだね。で、これも完全新作、ご飯エビな、エビフィレオのご飯バージョンね、旨辛仕立てだって。この多分ソースとかが違うんだろうね。で、これはね、多分前回動画でも扱ったと思いますけど、ご飯照り焼きですね。これは安定のやつですね。ということでね、早速いきたいと思うんですけど、まあ新作からね、やっぱりいこうと思います。このね、ご飯チキン、ニンニク、黒胡椒からいこうかなと思います。あー、なんかボリューミーだね。ソースもめっちゃかかってる。こんな感じですね。結構ごついです。いただきます。味が濃い。めっちゃソースの味濃いわ、これ。結構ね、胡椒が効いてる辛さがある。うん、ちょっとお子様向けではないかもしんないな。味の濃いのが好きな人におすすめかもしんないね。少なくともチキンフィレオ感はないです、正直。もう全然違うものと思った方がいいかも。でもね、前回のご飯チキンフィレオよりはなんかご飯に合う、このご飯バンズだからこそこの味付けって結構いいかもしれない。ただそれにしても結構味濃いな。ご飯もっと分厚い方がもしかしたらいいのかな。それかもうちょっとソース味薄い方が食べやすいかもしれないね。まあソース少なめとかできるのかな、これ。ちょっとわかんないけど、まあそういうちょっとカスタムした注文の方がいいのかもしれない。まあ、ちなみにチキン自体はチキンフィレオのやつと同じやつです。続きましてこちらですね、ご飯エビ旨辛仕立ての方いきたいと思います。これは結構楽しみにしてたんだよね。昔からね、ご飯エビフィレオは作ってほしいなって話してたのに。これもソース多いな。もうね、がっつりソースがついてる感じ。いただきます。これソースが思った以上にピリッとくんな。スパチキのソースじゃないかな、これ多分。いや、これもエビフィレオと全然違うわ、味付け。これもちょっとお子様向けではないな。確かに。ご飯に合うかって言われたら結構微妙かもしんない。いや、これはこれで美味しいんだけどね。でもなんかこのソースにするんだったらパンの方がいいかもしんないね。それかさっきのチキンフィレオ、チキンフィレオのご飯チキンの方のソースを入れた方がもしかしたら合うかもしんないな。なんかシェイク飲みたくなるね。これちょっとピリ辛なのだとね。まあ辛さ度合いで言うと、まあ、スパチキと同じレベルだと思ってもらったらいいかなと思います。スパチキ食べられる人だったらいけるかなっていう、スパイシーナゲットほどの辛さはないですね。最後は安定の照り焼きにします。まあこれはね、前回もレビューしたからそんなに詳しくは言わなくても大丈夫だよ。でも照り焼き考えた人ってすごいよね。なんかあれでしょ、醤油とか味噌とかをうまいこと使ってみたいなソースだもんね。日本人好みの味でっていう。だってさ、お肉でもいいし、まあご飯とかパンにも合うわけだから、いやもう万能だよね、そう考えたらね。確かモスバーガーが
最初に売り出したのかな、照り焼き。なんかね、女子高生か女子大生かわからない、なんかに人気で、なんか学校の文化祭かなんかに売りに行ったって言って、ウィキペディアかなんかに書いてあった気がする。いや、でもなんか、さっきのエビがピリ辛だったから、このちょっとした甘さがね、なんか落ち着くよね。ごちそうさまでした。はい、というわけでね、今回ごハンバーガー全部食べてみましたけれども、やっぱなんだかんだ照り焼きが一番安定ですね。前からある照り焼きが。まあ新作もね、まあ人それぞれ好みはあると思いますけれども、まあちょっと味が濃いのが好きだっていう方とか、あとちょっとピリッとした辛さのあるものが好きだっていう方はね、ぜひ食べてみていただけたらなと思います。ということで、この動画気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。